楽天から届いたものがあるので開けていきます。今回届いたのはこちらの商品です。じゃあ一回下げます。今回購入したのはプレイステーション用の一応5と4用のワイヤレスヘッドホンな、ワイヤレスヘッドセットになります。黒です。そう、以前まで出てたのが白色で今回は黒です。黒いのが出ました。こんな感じです。なんかヘッドホンばっかり買っちゃってます。で、こんな機能があります。2つのマイクだね。最大12時間の連続使用で、こんな感じです。じゃあ開けていきます。まずは取扱説明書と、セーフティーガイドとクイックスタートガイドになります。それで、こうどれ、そうね。で、こちらの入れ物のまだ入ってる、ね、コードで USB のコードになります。接続する。こっちはなんだ、 C なの。 C USB と USB-C のコードになります。まずこのコードが一つと、これが充電のやつで、これが多分 Bluetooth のつなげるやつ、 Bluetooth のつなげるやつです。で、これが有線の時の、そう、有線の時のプラグになります。なるほど、すごく短そうです。で、こちらが本体になってます。頭の部分こういう風にシリコンみたいな、あ、シリコン、動くんだね。あ、はめると動くタイプ、うん、の保護頭の保護になります。で、どっちがあるどうなってます、うん、見えにくいなこれ。ちょっと持ってくれるかな、これライト当てたら見えるかな。あ、見えな。こっちに L。L。で、こっちに R。R。で、L 側に。そうだね。うん。なんだ、それ。後ろの方に、チャット。はい、全然。ゲーム。そうだ、チャットゲームだ。あと、オフ？もう、モニター。あ、オフ？うん、モニター。の。で、ボリューム。の、プラスとマイナスで、なんだこれ。見えにくい。マイクオフみたいな。ああ。で、最後なんだ？充電。あ、充電ね。と、あの、有線の穴。うん、ああ、そうだね。と、電源の。あ、電源。で、右側には何もない？ないです。こんな感じのデザインです。ここに、プレイステーション。前から見るとこんな感じで、ここに電源があって、後ろから見るとこんな感じ。そうだ、ボリュームは後ろから触るんだね、うん、こうやってね。そうだ。じゃあ以上がプレイステーションの5、4用のワイヤレスヘッドセットでした。以上です。